ロシアは混乱しています。ロシア人たちはお互いに戦っています。ロシアの指導者、ウラジミール・プーチンは、ロシア軍の下で、ウクライナの占領を開始したが、欧米諸国やヨーロッパ諸国からの軍事援助によって、後者が強くなったため、ロシア軍はウクライナ軍に対して不十分であった。この援助により、写真の武器、軍用車、近代的な装備を備えたウクライナ軍は、 ロシアの侵略者のほとんどを領土から撃退した。この交代に直面したロシアの指導者、ウラジミール・プーチンは何かしなければならなかった。プーチンはウクライナの占領が始まって数ヶ月後、ロシアで活路する軍事会社ワグナーグループをウクライナ侵攻に巻き込んだ。ワグナーグループの兵士は占領地での勤務を開始した。プーチンは この動きで権力を栄養としたが、ワクナグループが軍と調和できなかったため、結局はそれ以上のものを失うことになった。ワクナグループのほかカリローフに自由性を誓うチャクチェン兵もロシア側で戦い、両者の争いは絶えなかった。ワクナグループの兵士はロシア軍の指導官の言うことを聞かず、人種や心情を理由にチャクチェン兵を侮辱していた。 ロシア軍の紛争が増えるにつれ、前線での死傷者も増えていた。ここ数日、二つの重要な進展があった。ワクナグループのリーダーであるフリゴジンがバックムートから撤退し、ロシアはバックムートで負けたと発表したのである。ロシア軍内の問題は、日に日に大きくなっており、戦争アナリストはいつロシア軍内で内戦が起きてもおかしくないと予測している。写真の動向を通して、 軍内の状況を見てみようワクナグループのリーダーであるプリゴジンはここ数週間ロウクライナ戦争で最も激戦となった地域の一つから撤退すると発表しロシアはこの地域にワクナグループの兵士を中心に配備してきたそのためバクムートからのワクナ兵の撤退によりロシア軍の損失は拡大している プリゴジンはデムードの北にあるベルキプカの集落が先日ウクライナ軍に占拠されたがこれは恥ずべきことだと述べた。参謀省庁のセルガイ・ショイグが再編成してベルキプカ朝水地沿いに陣取ったベリズカでの出来事について語った。ベルキプカ村は非常に有利な地位にあり誰もが故障するほど有利な場所なので 保護しなければならないと話していた。今、メルキップカ村の一部はすでに失われ、軍隊は静かに逃げている。はずべきことだ。ワクナーグループが軍と合意に至らなかった理由は、間違いなく、ロシア参謀総長のセルガイソイグーが解任されたことに始まる。プリゴジンはスロビキンの親友であり、ワクナーグループは彼から多くの必要なもの、 特に武器や弾薬を容易に手に入れることができた。こうしてワクナグループはますます強くなっていったが、この状況はプーチンの命に止まり、特にワクナの兵士がロシア軍から独立して包囲網を攻略したことを発表した。これはプーチンにとって最後のポイントであり、軍隊を無視することを意味したからである。プリゴジンがスロービーキンともに ロシアの国防大臣であるセルガイ・ソイグに反旗を翻したことは注目に値した。政治家や戦争評論家はプリゴジンの行動をロシア国防省を乗っ取ろうとしたものと解釈した。これからの出来事を受け、ロシアの指導者ウラジミール・プーチンは参謀省庁のセルガイ・ソリビキンを解任し、代わりにヴァレリーを任命しました。 ワクナーグループはこの変革の後、武器弾薬の不足を克服することができず、大きな挫折を味わった。そのため、プリゴジンは自身の SNS に数十人のワクナー兵士の死体が写った写真を掲載し、ロシア軍を避難したほどである。プリゴジンは兵士たちの死因は弾薬の不足であり、ロシア軍が兵士たちに弾薬を供給しなかったからだと主張した。 ワクナ一行のバックムートからの撤退に伴い、いつかの事実が明るみに出始めた。周知のように、ロシア当局は軍の損失や問題、特にワクナ軍による攻撃を常に隠蔽している。先日公開された動画で、ロシア軍内の問題の一つが、 明らかになった。医療の中で第72機動小重量団司令官のローマン・ベネビッティン・チューサーと名乗るロシア軍司令官はワクナグループの車列に発砲するよう部隊に命じたと述べています。ベネビッティン・チューサーは個人的な不快感からこの命令を下ろしたと述べている。戦争アナリストやサッカーはベネビッティンの発言についてコメントしている。 この発言によれば、ロシア軍とワクナーの対決はあり得るというのである。実際、プリゴジンはワクナー兵が撤退する地域にロシア軍が地雷を強いたと主張している。この映像にコメントしたのは、ウクライナ内相の訪問であるアントンで、地震の SNS アカウントへの投稿である。 彼は PMC ワクナとロシア正規軍の敵対関係は次の段階に進んだようだとコメントした。ロシア軍のチウサーがロシア軍のために戦っていたワクナグループの兵士に発砲する命令を下ろしたという事実は軍内に存在する対立を明確に示していると述べた。同時にチェチェンの指導者カリローフに忠実なチェチェン兵がワクナグループを攻撃し始めた。 その理由はすでに何度も表明されていた問題だが、プリゴジンがチェチェン軍に発した言葉が攻撃開始のきっかけとなった。プリゴジンはチェチェンの指導者カリロフの悪魔と特殊部隊がウクライナで何をしているのかよくわからないと説明した。 彼によると、戦前ではワクナーグループの兵士が全ての仕事をしており、チェッチェン兵は何のこともせずに悠々自適に暮らしていたという、プリゴジンの言葉や過去の一連の問題点を受け、チェッチェン兵はワクナーグループに対して攻勢をかけるようになった。カリローフの副官であるアランム・デリンカーノは、プリゴジンの発言に対して声明を発表した。 レリンカノーによると、プリゴジンは一般市民に不必要なパニックを撒き散らす、口うるさいブローガーであるという。レリンカノーはソーシャルメディアに投稿した動画の中で、あなたはすべての問題についてみんなに叫び、叫ぶブローガーになってしまった。叫んで、叫んで、叫ぶのはやめなさい。ワクナーグループとロシア軍の間で内戦が起こると思いますか チェチェン兵とワクナ兵の衝突の結果はどうなるのでしょうかロシアの指導者ウラジミール・プーチンはこれらの問題をすべて克服できるのでしょうかロシアがクリミア奥地への撤退を検討。最前線の占領軍を見殺しにする。 衝撃的な展開として、ロシアの軍事指導部は最前線の占領者たちに悲惨な結果を残すために、クリミア北部核での撤退を検討していることが報じられた。この暴露は国防副来人のハンナ・マリーヤールが9日にテレグラムで発表した声明の中で明らかにした。 マルイヤールによれば、ロシア占領軍は、ウクライナ領クリミアへのアプローチと、一時占領地内に障害物を設置する悪名高い竜ノハ戦略を使って、防衛的な境界性の強化する計画だという。このような防衛手段は、戦闘ラインからかなり離れた場所に設置され、最前線にいる占領軍を事実上見殺し、あるいは放流として降伏させることになる。 マリアールはリュウノハーの設置についてロシア軍司令部がより遠い辺境特に一時的に占領したクリミアに退却することを考えていることを象徴していると強調したこのような撤退は前線に配置されているロシア軍兵士にとって十分な支援の受けられず致命的な結果を招くことになるため深刻な意味を持つ そのような状況では自発的な幸福が生き残るための唯一の道となる。今回の事態はウクライナ軍が戦闘偵察の実施を公言しザポリチア方面におけるロシア軍の防衛の静寂性を積極的に探ったことによるウクライナ軍がロシア軍の人事の弱点を暴くという意決が今回の撤退を促したのかもしれない。クリミア情勢は ロシアとウクライナの間で緊張が高まっており、非常に不安定な状態が続いている。ロシアの撤退の可能性と前線占領者の運命は深く有料されることである。国際社会は状況を注意深く監視し、さらなる人命の損失を防ぎ、そのような撤退がもたらす人道的影響を緩和するための 適切行動を検討しなければならない。事態の進展に伴い、外交ルートが対話と交渉のために開かれ、この紛争の平和的解決を目指すことが極めて重要である。軍人と民間人を含む全ての関係者の安全と幸福は、あらゆる意思決定プロセスにおいて最も重要である。